はい、どうもおはようございます。こんにちは、くもドラゴン DK です。ではね、今回はイグジスタアーカイブやっていきましょう。一応ですね、イグジスタアーカイブの縛り実況としまして、プレステ4またはプレステ3のゲームタイトルのね、一番最初の文字をゲーム、いや、プレ50音順にやっていこうという、そういう縛りを持ってやっております。それではイグジスタアーカイブ届きのメロの存在結晶をやっていきましょう。どうなるかな。今の方が元気なくらいだ。はい、ではやっていこう。ユーチューブスタイルは、ね、一応このメンツになっております。一応区長カナダはまあガンナーの方がねいいと思いますんで、それも一度やったんですけどね、いまいちフェンサーやと近づいて攻撃できるやつがいないんでね、いや、できる敵がいないんで。なんで俺が一緒に行くことになってるんですか。お前とは長い付き合いになるかもしれない。長い付き合いになるか。俺がナメロさんと東京に戻る前にお互いの能力を知り、お前には足りない経験を積んでもらわなくてはならない。ナメロさんのお仕事ってその裏の家業ですよね。黙ったか。行くぞ。ちょっとちょっとやな、まなんて普通でいいか。そうですよ。俺の人生も普通がいいな。普通がいいな。俺は適性のある人物をスカウトしている。あ、そうですか。そうですか。よし、じゃあやっていこう。おお、危ね、危ね。よいしょ。何やってもうた。おお、結構多い。結構多い。よし、いけるか、耐えるか。波状攻撃やからね、敵ほんま。ほんまにやばいよこれ。一応ね、伝えることとしましては、この社員機はね、レベルクラスのレベルを3に上げまして、社員機は、ね、一応応募させました。社員機はちょっとなんか音がすごいね。なんかシュールやけど音が。よーし、よし、こいつやね。やっぱりガンナーが一番いいっすわ、俺の中で。なんか一番安定して、ダメージ与えられる感じがする。いけ、一
キャビアが、あ、当たる当たる当たる、よかったよかった。よし、2匹、あと遅い、うん、こいつはヘバい。どうだ、よし、いけるね。よし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 、正面を最小限に抑えられた。やっぱりランナーが一番よわ、常々に言ってしまうわ。お、フリームマギ、ヤシャグも行って、よしよし、こうやってちょっとでも早く行った方がいいかなと思うから、よいしょ。よいしょーい、こっちやねー。おー、ぶれ、おいしょ。こうやって行って、確かね、上の方やったよ、確かに。これね、ここに赤いし、赤い矢印あるじゃないですかあれが行く場所なんでね。あかん、あかんやろ、まあ、ゼロファクター起動。敵が多いときはやったらあかんな、スライディング。え、お、こっちからやって、マジで。よし、よし、いけ、いけるやろ、お前なら。何匹倒した、何匹も倒してない。よし、どうだ、おー、全然あかんやん。よし、どうだ、あー残ったか、そう、2匹残ったか。よし、なに、よし、これで私たちの番ですね、ですね、マユラよし、これでライトキュアやっといたろ。ライトキュア、ライトキュアやったらね、まあ普通にフルバスター発動するし、ホムラもそこまで強くはないし、まあ助かるわ、ほんまに。そこはいい調子だ、いい調子だ、ほんまに。1200、おお、レベルアップした。人間もこっち、いらねいらねラーニング、ヤシャグも行って覚えたね。おっ、ぶね、よーし、先進んでいこう。あ、違う違う違う、間違えた間違えた、こっちやこっち、上やねんな、確かに。これで、これで上行って、くそ、無理か。うわ、危ね、よし、よし、これで上には来れたね。んで、またさらに向こう側行って、あぶね、よし、奥行こう。合ってるよね、ですよね。よし、ん？おお、難しいやろそれ。
頼み事ってのは厄介だ。厄介ですか。命令であれば後腐れがなくていい。金の折り合いをつけるだけだ。光秀、覚えておきな。俺をナメロウさんの世界に引き込もうとしても無駄ですよ。無駄ですよ。俺は日の当たる世界で普通の人生を送るんですから。何の話？何の話？いや、ほっといてくれ。彼方を引き、彼方をそのままあれにして普通に話を進んでいくっていうね。よし、いけるか。トップね、ぶねー、おっぷら、セーフ。奇跡が起きた今。ちょっと待てよ。これで下行って、あの、よいしょ、ほらやっと、ほらやっと、うん、怖いわ。よし、行けた。よし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 、戦闘してるとね、時間取られるんでね、あんまりそういったところは気にせず行けたらいいんやけど。え、遠いけど、遠いけど、あ、見た、あ、見た、あ、見た、完全に見た。あ、痛い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 、あ、見た、あ、おう、あ、痛い、もう、よし、頼む、よいしょ、あ、無理、無理、マジで、よいしょ、あ、よいしょ、あ、こっち来るんや、お前。よいしょ、助かった、これでいけるわ。奥へね、よかった。息にかかってんなんか今。これで向こう側やね。その前にここちょっと無理か。ならええわ。ならええわやな。よしよし、こっち側なんかあるか。トープレイ、危ない、よいしょ、あ、見た、あ、見た、あ、アホ。アホ。やってしまった。ガードフェーズからか、アタックフェーズ、お、助かった。よし、よし、こいつやね。いけ、よし、あ、あ、忘れてた。どんまい俺。ということでやっていこう。うん。なんか一発で死なんな思ってる。フルバスター発動してなかったよ。よし。これであとは。うん。やってしまったな、さっきは。おいじゃい。おお、結構やばい。小春がやばい、小春が。よし、じゃあこっちの社員キュアの方で行こうか。社員キュア、おい、よいしょ、どうだ、こいつやねん、 こいつにしといて、あいつや、ホムラが攻撃受けんと。なるほどね。1900も食らうんか、あいつ。
よし。攻撃できる。お、よかった。バーストウィンド、こいつ。よし。おしおちゃん。ナイス。この程度では汗もかくまい。この程度では汗もかくまいてか。いや、かっこやろ。お、力強い人間無骨がいらんな。よいしょ。何？変なとこにおるな。よいしょ。よいしょ、この隙や。よし、こいつやね。ほうほうほう、ちょっとナメロウさん、どうしたんですか。時間がちょっと錯誤してますね。時間錯誤っていうの。いや、ここに来て改めて思うところがあってな。そうですか。ここじゃカナダ次第か。え、俺次第ですか。人を見る目は確かなつもりだ。それ迷惑なんですけど。迷惑なんですけど。三つひで。チュンとしてるよもう。よし。お帰り。うん。ただいま。うん。お、三つひでと話してたか。こっちに来たんですよね。まあそういうことになるのかな。え、違うの。マイラちゃんはカナタに会えてよかったな。はい、カナタさんに会えてよかったです。マイラやばいって、かわいすぎる。かわいすぎるよ。あいつ意外と頼れるだろ。こっちは小春と二人でてんやわんやだったぜ。てんやわんやね。その後マイラちゃんとカナタと会って、以下略ってな。賑やかになりましたよね。よかったよ。はい、皆さんに会えてよかったです。マイラは直視できん。そういう問題かっすよね。ではね、今回はまあ甘爪に一応持っていって終わりにしましょうかね。よし、結晶を捧げましょう。この黒い存在結晶は捧げない方がいいと思うんで、今は捧げておりません。よし、甘爪、存在結晶を持ってきました。ジュインジュイン。音が音がしゆるすぎるやろうね。確かに受け取りました。エリアルダッシュを収束しました。エリアルダッシュ、エリアルダッシュ、エリアルダッシュ。エリアルでなんか押すと、違うか。ようわからんわ。まあ次やるときにはエリアルダッシュのやり方出ると思うんでね、一応ここら辺で終わりにしたいと思います。それではね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。
あとツイッターアカウントのドラゴンチーム系でも活動中ですので、もしよろしければフォローしてください。あとコメント等も気軽にどうぞということでね、ご視聴ありがとうございました。